殿、メッセージ来たみたいよ。マジ？誰？暗証番号なんだっけ？当ててみ？6100。なんて？第六天魔王。いや、無理あんだろ。あと基本天とか王とか英語入れる感じいまいちしっくりこねえんだよ。じゃあ3103。なんで？さ、い、と、ど、さん。いや、義理の父親の名前暗証番号にしねえし。ねえ、じゃあわかんないよ。7104。なんで？なりとし。微妙。嘘。なんでよ。だって名前については長さだとか長安っていう説もあるし。え、そこで諸説言い出す？もういい。てか切れるスイッチ全然わかんねえんだけど。あれ、もしかして困らせようとしてる？そんなことないし。熱盛ばっか踊ってるから気引こうとしてんだ。してない。それより LINE 見なくていいの？ああ、そっか。どうせ誰か他の故障なんかじゃないの？んなことねえっつーの。ああ、信忠だ。もろもろ終わりましたって。戦終わったってよ。あ、そうだ。たまには気晴らしに街でもふらつこっかな。賛成の人。はい、はい、はい、はい。完全に機嫌直ってるし。てか、怒ってなかったし。やりますか。はい。ね、一発撮りということでね。はい。緊張してる？緊張しますね。緊張すんなよ。ありがとうございます。遊びだと思う、遊び。戦もね。野村さんなんかヘッドホンするとなんか髪ぺちゃんこになります、ね。あのプードルって犬知ってるか？はい。あれみたいだと思う。可愛いです。じゃあお願いします。君だけだから、二人の愛は We'll never break。 紙面を囲む近況のフラッグ、守りたかった、守れなかった、罪の虚無定めはブラック。守りたかった、守れなかった、それが悔しくて将軍陥落、太政大臣、それでも選べたはずなのに、管理的には先の訴え人、星の主君でただいたかった、下天の内を比べれば夢幻のごとくなり、ままで
一人ゲーム待ち受けるなら守りたかった守れなかった同じドリーム共にしたクラック守りたかった守れなかったそれが悔しくて爆死の小引き岡焼き打ち自ら招いたさよならさ花に嵐の人生だけどもしとフィナーレ過ごせた奇跡起点のうちを比べれば夢幻のごとくなり受けたままで ありがとうございました。この動画が面白かったと思ってくれた方は高評価の方をお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。